エイト、アイズ、悪魔女王ドラキュラのような、横スクロールアクションゲーム。かなり重厚な設定とストーリーですが、要約すると、悪魔復活の邪法を使わせないために、剣技の達人である主人公が、単身立ち向かっていくものです。グラフィックや雰囲気、操作性は、悪魔女王ドラキュラに似ているものの、そのアイディアやゲーム性は、大きく異なるものになっています。主人公の武器は剣なのでリーチが短く、ヒット&アウェイが基本になりますし、相棒として一緒に攻略に加わってくれる、タカのカットラスへの指示が重要になります。敵に攻撃するのはもちろんのこと、遠くのスイッチを押したり、アイテムを取ったりと、しっかり頭を使って、攻略していかなければなりません。開発元は倉庫版で有名な、シンキングラビットだからかどうかは、わかりませんが、サクサク爽快なアクションというよりも、じっくり攻略法を考えて進んでいく、アクションといった印象です。ガンサイト、リアリクサが売りの、疑似 3D シューティングゲーム。当時のゲームにありがちな、世界を救うため、たった一人で戦地に赴く、そんなストーリーです。ステージはそれぞれヘリステージと、地上ステージに分かれており、ヘリステージでは、敵の攻撃を避けたり倒したりしながら、目的の場所にヘリを着陸させることが目的。ここでは疑似 3D シューティングゲームで、地上ステージでは、迷路のようになっているステージを、毒ガスなどのトラックを避けながら、進んでいくガンシューティングになっています。一粒で2種類のゲームが、楽しめるという意味ではお買い得ですね。ヘリには燃料があるため、敵を相手にしすぎていては、燃料切れになったり、一発攻撃をもらうとミスになったりと、リアリクサが売りな一方、難易度もそれに伴い高くなっています。ゲームとしてはいろいろ自分なりに戦略を考えられますし、十分に楽しめる作品かと思います。ギザポップ、あのシティコネクション等の個性的なソフトを作っていたジャレコが斬新なアクションを作りました。内容は、主人公のピザの配達員がピザをお客様のところに届ける 2D アクションです。途中でなぜか敵とジャンプやヘラで戦うのはなかなかシュールです。また穴や障害物もあり、気を抜くとピザもろとも奈落に真っ逆さまに落ちるのもあります。個人的には、ハンバーグをヘラで潰すところは、なんだか笑ってしまいました。また、お客の家の前で、猫を放つライバルとの熱戦も面白かったです。かなりバカゲーですが、しっかり練習しないとクリアできないので、結構辛口です。少し変わった難しいアクションが好きなら、ぜひ遊んでほしい作品の一つです。マニアックマンション。もともとはスターウォーズなどの映像制作メーカーであったルーカスフィルムによってパソコン向けに設計された作品をファミコンに移植したのが本作となります。主人公デイブとその仲間たちが各人のユニークなスキルを駆使して、マッドサイエンティストの館である、マニアックマンションに閉じ込められた、デイブの恋人であるサンディを助けに行く、というストーリーのアドベンチャーゲームです。デイブは6人の友人から、
二人を選んで同行してもらって、マニアックマンションへと侵入します。ちなみに日本語版では、容量の都合か一部ヒントが削られており、結果予見が不可能な即死トラップが散見され、非常に難易度が高いことで、知られている本作ですが、演出の豊富さと、当時としては珍しい、海外製アドベンチャーということで、人気作品でもありました。スワット、東映が出した、世にも珍しい硬派な、ミリタリーシミュレーションゲームです。テロ組織ビジョンダストが、人質を取って、ビルを占領し、法外な要求を突きつけてきた、政府の依頼で、スワット部隊が潜入し、この事件を解決するのが目的です。3D ダンジョン風の画面で、1フロアごとにストーリーが展開して、コマンドを選んで人質を探したり、トラップを解除したり、時には巡回中の敵と遭遇して、これを排除します。ちなみに、仲間と共闘しているので、近くにいる時に手榴弾を使うと、味方もろとも吹き飛ばして呆然となります。フロアごとに使えるコマンドに、回数制限があり、無計画に調べすぎると、人質を一人も見つけることができず、敵に倒される確率も上がります。この敵にも、ちゃんと武器を使いこなさないと、勝てないですし、トラップ解除も同様で、覚えるしかありません。一寸先は闇なので、トラップ部屋に入って、即死は当たり前のようにあります。緊張感のあるゲームで高難易度なので、人を選ぶゲームかもしれません。チェスターフィールド、知る人ぞ知る謎ゲー。これは当時超ハマっていました。BGM が最高なんですよ。ゲームははっきり言って、攻略本がないとクリアは、ほぼ不可能と言っても良いでしょう。特にダンジョンが同じような場面が多く、わかりにくいんです。謎なトラップもあり、入る扉を間違えると、スタート地点に戻されてしまい、もう一度ステージの最初から、やり直しをさせてくれます。たまらないですよね。ガルドレド王国の南西にある島、チェスター、フィールド。青年騎士ケインは海賊に襲われて、瀕死の老剣士に静かに思いを託されました。さらわれた王女を助けてほしいと、連れ去ったものの、正体を暴きに旅に出るストーリー。アクションですが RPG 要素が強く、レベルや装備、お金などがあります。ゲーム自体はすごくシンプル。ダンジョンのボスを倒して、お宝をゲットしてステージのボス戦。だけど、複雑すぎるダンジョンに、四苦八苦は必至、ボスが見つからない。やっとのことで出会えたのに、脱出もまた一苦労という仕様。でもそこは根性でなんとかなるレベルなので、食らいついてみてほしいなと思います。余裕のある時間にやり込もうと、挑むのならばいいですが、爽快なアクションをプレイする人には、あまり向かないかもしれません。スペースハンター、星々を渡り歩いて戦うアクションゲームです。時は宇宙暦2030年。各戦争によって9つに分かれてしまった。地球の破片で復興を試みる人類。その人類を管理する、地球防衛隊、アースコマンダー、に反旗を翻した。科学者ドゴールとその6人の部下を、打倒するためアースコマンダーが、送り込んだのは、地球最高のサイボーグにして、16歳の美少女戦士アルティアナだった、というストーリーで、いわゆるビキニアーマーな美少女の、アルティアナを操作します。SF、美少女、サイボーグと、当時の流行りをこれでもかと詰め込んだ、作品と言えますね。探索で様々な武器を取得できますが、各ボスが特定の武器でないと、
ダメージを与えることすらできないという、かなり厳しい作品となっており、隅々までの探索が必要で、アクション性よりもむしろ、そちらの方面で高難易度となっています。